メンマ2分の1。半分のメンマじゃねえか。半分のメンマじゃねえか。しょうもねえよな。なに楽だよ。届くって。あった方が届かないよ。え、あった方が届かない。棒高跳びの棒2つに見劣り。もうバンバンジー。棒2つに取りバンバンジー。バンバンジーの。どうも、ノブロック TV です。本日のゲストはヤーレンズのお二人です。お願いします。ダブルピース。出してください、ね。始まってんね。始まってんね。始まりました、ね。始まってんね。やめてください。始まりました、ね。始めてるつもりない。いや、今回はね、この二人にはすごい向いてんじゃないかと思うんで、ちょっと見たかった。はい、100ボケ100ツッコミチャレンジ。ありがとうございます。勘弁してほしいですね。勘弁してほしいですね。嫌ですよ、本当に。嫌なの？嫌ですよ、そんな。僕とか板尾いつじさん、こういうタイプじゃないんで、やっぱり。いや、ちょっと一撃必殺タイプ。ためてためてトーンの人じゃないよ。いや、本当にもう板尾さんと同じタイプなんで、僕。全然いや、絶対トークサバイバーよりこっちの方向いてる。確かに、そりゃそうです。そりゃそうです。トークサバイバーこそ逃げたかった。マジトークサバイバーの始まる前の緊張の顔。そうなんですよ、もう。嫌だったートークサバイバー。見たかったな、それ。一応そのM1 では4分28秒で43個ボケてたらしいんですよ。おすごあの漫才で、うん、なんか6秒に1回らしくて、うん、理論上はこれ10分で終わっちゃうすごそういうことだよね理論上はね、うん、そうそうはいかないんで、まあ、まあ難しいですけど、ということで、はい、こちらがまあだからね、理論上はあれですけど、今は、うんうん、令和ロマン、インディアンス、令和ロマン、ね、すごいっすね、ラランド、うん、サラバ、だからやっぱ結構若めのコンビが早いよね。確かに、うん、本当だ。僕はインディアンスの介護官って言われてるんで。言われてるの、はい、それ受け入れてるの、はい、インディアンスの介護官って言われてるんで。怒った方がいい、言われてるんだ。まあ、だからインディアンスよりちょっとしたぐらいだったらまあまあ。いやいや、ダメですよ、介護官じゃ、うん、いや、ここでもあんまボケない方がいいんじゃない。もう5つぐらいやっちゃってるよ。全然全然なんか、でもこういう企画ってなると、うん、めっちゃ手当てしてボケて、うん、それどう突っ込んだらいいのみたいなボケと結構二重になってるボケとか、うん、そうですよ、言ったりするんで。頭の回転が速い分ね。違う違う違う、そういうことじゃないけど。褒めてるわけじゃないよ。一気に2個ボケちゃうんですよ。褒めてるわけじゃないんだけど、うん、だからなんかちょっとあの雑なやつとかはあのなるべくスルーしていこうかな。あ、なるほどね。残っちゃうからね。残っちゃうから。突っ込んじゃう、そう、突っ込んじゃうと残っちゃうから。あ、100回ボケて100回突っ込んで1ってことですね。そうそうそう。あ、そうですか。突っ込まれなかったらじゃあゼロカウント。ゼロカウント、うん、あ、じゃあ史上初の150ボケ100突っ込みで終わるかもしれない、うん、可能性もある。頑張ります。じゃあ頑張りましょう。そっちの伝説で、はい、それではヤーレンズのお二人お願いします。はい、頑張ります。さあ、今回のターゲットが入っていました。モデルの高塚サラサさん、京都府出身で0歳から子役として活躍で、去年ノンノのモデルさんになられているんです。まあ、すごい。え、こんなブライティストホープがいいのかな。なんかすごい売れそうな子がここに来たってことね。どうやらめちゃくちゃ明るい子らしいって情報を、聞いてます。失礼します。あ、ごめんなさい、ちょっと待ってください。ごめんなさい、本当に雨すごかったでしょ。雨すごかったですね。雨がすごかったらちょっと遅延しちゃって、なんかこう全然大丈夫です。そんな顔してない。ただいまの記録6メートル40。何の競技、何の競技が行われたんですか。これだけちょっと生命枯れちゃってるね。間引いときましたもん、これ。勝手に良くない。これ観葉植物の葉っぱ間引かないでください。エネルギーが全然変わっちゃって。確かに一個だけ良かったんで、ね、かったけど、あとは大丈夫なんで。いやいや、これでもちょっと間引いたいんですよね。いや、入ってきて早々することじゃないですよ。何か、いきなり観葉植物の葉っぱ間引かないでください。入ってきて早々することないんで、ちょっと入り直そうか。いや、いいいいって入り直さなくて別に。自分で鍵をかけたから出られない。自分で鍵かけたからね。うるせえな。これは何ですか。サスケの新しいステージですか。ドアスカッパーで、それ早いな。大変でしょこれ。もうどこだよこれ、うん、すいません本当に、ごめんなさい本当に遅れちゃって。とんでもないです。ごめんなさい。ごめんなさい、こんなところで喋ってるのもあれなんで、はい、ちょっともうちょいこっちで喋りましょうか。なんで椅子あるのに、せっかく。え、せっかく椅子あるのに。いや、いいじゃん、もっとこっちで。せっかくならこことかないよ。いや、広いもんね。だって座りますか。じゃあ座る。ごめんね、ずっと立ちっぱなしで。全然立ちっぱなしで。いやいや、でも立ちっぱなしだと俺も負けてらんないもんね。いやいや、何の対抗して座る。立ちっぱなし合いの企画じゃない。てか、なんかずるくない、なんか一人だけ色違いの座って。いやいや、いいのよ別に。全然どけますよ。いや、大丈夫です大丈夫です。いやいや、とんでもない。ごめんなさい、ごめんなさい、色違いじゃない、別に。いや、でもどこ座るか決めようよ。あ、そうです。確かにね。確かに。なんかずるいよね。すごい高塚さん、即順応してる。誰がどこ座るか決める。うん、決めよう。決める。どうやって決める。サイコロ振ってなんだお前。めんどくさい、いいですか。なんだこいつ。めんどくさい、めんどくさい、うん、じゃあごめんなさい、座ってください。こちらで、うん、あ、すいません、はい、ごめんなさい。失礼します。
すごい真っ白ですね、なんかずっとこんなとこにいたら精神がおかしくなる。そういうこと言うんだよ、ね、閉じ込められたらもう確かに白を基調としてるけど、そういう、閉じ込められてるわけじゃないですか。あ、そうなんだ。ごめん、さっきからこればっかベラベラ喋ってるよね。いやいや、とんでもないです。あと15分我慢してあと15分この調子で喋る気ベラベラ喋る、ね、何でもボケるな。10個新幹線みたいに言わないでよ。言ってないよ別に、うん、新幹線って早いだよね。新幹線早いですよ、ね、新幹線とかよく乗る？乗ります、乗ります。乗ります乗ります、すごいね、なんか売ります買います、買いますみたいな。いや言ってなかった、ね、すごいテンポで。そんなには言ってなかった、言ってなかった。乗ります乗りますってね、うん、坂上二郎さん的な感じでしたけど。と言います、と言います。坂上二郎さん知ってる？ちょっとほんま知らないです。知らないです。ここはなんか死体の話するのもよくないし、ね。死体って言うのもいい。まあ亡くなったことの方のこと死体って言う。亡くなった人のこと死体っていうの、うん、い面白いな。とんでもない。あとで警察に逮捕してもらおう。いやいや、そんな悪くはなかったです。別に。てかお前らこの知らないでしょ、このおじさんがずっと。あ、確かに。私、我々のこと。あの、存じ上げてます。存じ上げてんの？え、そうなの？はい。なんで知ってんの？あの、僕らの時代ファンで。僕らの時代ファン、すごい、19歳。あのドキュメンタリーめっちゃ好きなんですよ。そうなんだ、そうなんだ。俺はあんまり好きじゃない。なんだお前ドキュメンタリーいいだろ、出させてもらってんだ。あ、そうだ、すごい。あんま好きじゃないとか言うなよ。じゃあ何、 M1 とか見てくれたの？はい、あの見ました。すごい影響力、すごいね。影響力あんだね、 M1 ね。だって M1 って視聴率 60% ぐらいあったもんね。そんなに。ビートルズ来日か。ビートルズ知らねえだろ、もうそんなに撮ってないよ、視聴。ビートルズ知ってますよ、影響力あるけど、ね、商店の山田隆夫っていう人が座布団運んでる。ズートルズ。山田隆夫さんだったらズートルズ。絶対わかんねえ、ボケ。ビートルズそれじゃないの、うん、話題が古いですよ。何が古い？話題が古いよ。ごめんなさい、知らないもん、ね、いいですけどね、別に、ね、ビートルズ、うん、これがやられてたからね。視聴率すごかったね、本当に。確かに、うん、いや、じゃあ我々のことは知ってくださってる。はい、うん、じゃあお名前とか伺ってもいいですか？あ、私高塚さらさです。高塚さらさ、高塚さらさ、はい、え、沢口靖子と同姓同名？え、違いますよ。引っ越えでました。どういうことですか？どういう返しが今どういう事故が起きたんですか？タンスにゴンじゃん、事故起きた。いや、呼ばないでください。高塚さらささん。高塚さらささんって、高塚さらささん、そう、変わった名前だね。結構いじめられた？そんなことねえ。サラサさん珍しい名前ですね。どうやって字書くんですか？棒高跳びの棒2つに鶏？バンバンジーそれ。棒2つに鶏のバンバンジー。バンバンジーなんですか？バンバンジーじゃないです。え、めちゃくちゃ面白いじゃん。違う違う違う、あのバンバンジーだったらバンバンジーですって言ってくるんで、多分バンバンジーですって言われたら結構びっくりしちゃうけどね。びっくりしちゃうけど、うん、サラサさんだよ。サラサさんの、うん、てかその、じゃあ今度スーパー芸能人でしょ。なんだお前。誰だお前。何がスーパー芸能人だよ。僕らのいや、ほんまに TVer で見ました。そうなんだ。珍しいコメントだけど、うん、あの今テレビ家にないんですよ。あ、やっぱ、え、ちょっと失礼ですけど、その おいくつですか？今19です。あ、19。はい。ふわ、すごい。あの時の一郎と同い年じゃん。どの時？あの時の一郎と同い年。あの時の、あの時のなんかが使えるんだったら19以上の人全員当てはまるから。あ、そうなの。あの時の一郎、19、別にメモリアルイヤーじゃないよ、一郎にとって。別にメモリアルイヤーじゃないよ、一郎って。もう21、早っ。でもまだ一軍定着してないんじゃない？一軍、一軍って何の話してるの？いや、まだ定着してない。扇監督とかも出会ってないじゃん。そう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 ね、あ、違う違う、鈴木一郎の方じゃないよ。な、何？小沢の方。小沢一郎の話すんなよ。小沢一郎。小沢一郎。知ってる？小沢一郎かよ。陸山会。うん、いいよ。陸山会でおなじみの。ピクサーね。何？サイコさんの政治家の話すんな、19歳の前で。あ、知らない、サイコさんの政治家。知らないって。あ、それは学がないよ、でも。学がないじゃない。ちょっと好きすぎて小沢一郎しとくないと。そんなことない、そんなことないですよ。え、でも歴史でやりました。歴史でやりました。あのミュージシャンの。はい、あのミュージシャンの歴史じゃない。政治経済？歴史でやったか、小沢一郎。ね、19の時まだあなた、あなた首座ってなかったんですよ。うん、首弱すぎるだろ、俺。首弱すぎる、うん、鍛えた方がいいじゃん。鍛えた方がいい。やわらちゃんってすごい首強いんですよ。へ、知ってますか、やわらちゃんって。それは強いでしょ、柔道家だから。元民主党の、元民主党の。いやいや、それ言わない。元柔道家のっていう。元柔道家なの、うん、今政治家とかそういう言い方するから。あ、そうなんだ。あ、代表作面白いな。大体柔道です。なんでこいつらこんなに売れなかったんだろう、ここ。これ何歳に見える？あ、我々の年ね。クイズ！クイズ！ヤーレンズは何歳だ？うん、はい、遅い、失格。全部食べてください。いや、罰ゲーム、これ全部食べてください。い、遅いです。ヤギ用の罰ゲームじゃん。ヤギ、大田の神様。大田の神様、大田の神様、阪神のヤギさんの話知らないよ。知らない、知らない、ね、大田の神様、阪神のヤギ知らないから。やべー、俺もすげえ面白い。入場曲スカイハイね。スカイハイ、うん、ね、そうそう、大田の神様ってヤギ聞いたんですよ、元阪神大田さん。あ、面白い。大丈夫です。じゃあ、いくつぐらいに見えますか、我々。31に。うわ、嬉しい、嬉しい、嬉しい。31に、うん、
正解37なんですよ。37そうなんだ。え、ほんまですか。そう、意外に言ってるんですよ。意外と37なんだ。同級生の芸能人で言うと阿部龍優とか後藤祐樹とか沢尻エリカとか、やらかしてないやつ。同級生やらかしてないやつ。やらかしてて何やらかしてる。泥棒ばっかり言うな。泥棒って言うなそれ。泥棒じゃないよね別に。それは俺も良くなかったけど。エリカ様は泥棒じゃないよ。確かに。あとの二人は泥棒だったけど。もっと泥棒だった。ホワイトボードのやつ見ました、あの誰が同期かって。え、YouTube。腰痛見てくれてるの。お前 YouTube のこと腰痛って言うな。嬉しい。ネットの人かってね。赤塚さん、だからヤーレンズこんなボケても全然大丈夫なんだ。はい、見ました。嬉しいですね。嬉しい。え、じゃあ誰が同期とか覚えてる、ちゃんと。うん、誰だったと思う。うわもうその俺が厳しくチェックしすんなよ、そんな。何何何、同期あれなの、ハルミちゃん。ハルミちゃん、ハルミちゃん、江戸ハルミ。いやいや、下の名前で呼ばないで。江戸ハルミ、いや同期だから俺。江戸はるみさんのこと下の名前で呼ばないよ別に。してる江戸はるみさん。はい。一世風靡したもんね。ああ、まあギャグ ね一世風靡したギャグ。流行語大賞とかだったのよ。あ、覚えてる覚えてる、ダンスタイムでーす。そこじゃねえってそこ、ね、江戸さんのギャグそこじゃないから。江戸さんのギャグそこじゃない。江戸さんのギャグ、いやだから江戸さんのギャグ知らねえから。そっからグーだから、うん、あ、グーで、まあ、ダンスタイムでーすの後、うん、今日はグーグーダンスの総仕上げ復習はしてきた。なんでこのタイミングで江戸春美のネタ見なきゃいけない。グーグーダンスの総仕上げ復習はしてきた。あんまいねえってちゃんと覚えてるやつ。本当に。で、素敵なメンズをウォッチング、うん、髪型グー、スタイルグー、うん、私は浮いてるキャスティング、グー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 、はっ、ようだから。ここまで全部再現しないから。これが江戸さんだ。江戸さんとか知らないよ。ダンスタイムでさ、サビの前の一部だから。あ、そうなんだ。江戸春美さん。すごい。大阪直美の大義語ね。いや違うよ。大阪直美の大義語じゃないの。大阪直美の大義語じゃないの。いや、大阪と江戸は大義かもしれないけど、直美と春美は違う。正論ばっかり言うね。あ、面白いな。じゃあ、ちょっと YouTube とか見てくださってもらいますね。嬉しいな。そりゃね、最近の子。確かに嬉しいな。でも実際見てみたら髪の毛の角度が、あら、こうなってるんやって。実際見たらね。実際見たら、こういう角度になってるよ。あ、なるほどね。てかさっきから聞いたらすごいなまってるけどさ。なまってるってなんだよ。なんかすごい出てるじゃん。イタリア？イタリア？イタリアじゃないんですよ。どこ？シチリア？シチリア。西の方でしょ、もう。西の方、西の方だと思いますよ。もっと西だったのに、オランダとかそういうこと。いや、もっと西じゃなくて、関西だと思いますよ。山本関西の話してないですよ。山本関西関係ないでしょ。山本関西出身って何なんだよ。だからデザインやってんのかなって。やってないです。どこご出身ですか。山本関西。京都です。うわ、出た。なんでそんな嫌そうなんだよ。京都の人。嫌そうなのはおかしいだろ。京都の人プライド高いでしょ。いや、そんなことない。ね、人によりますよ、それは、ね。あ、本当に、うん、すぐお茶漬け出してくるもんな。いや、そんなことない。ないや、京都お茶漬けシティじゃないですよ。お茶漬けシティって何ですか。全然ないですよ。お茶漬け出てくるわけじゃない。なんか帰ってほしいときお茶漬け出すんでしょ。まあ、言うよね。ブブ漬けって言うよね。我々も出身地言っといた方がいいよ、それは。あ、僕はプププランドです。カービィじゃないかな。カービィじゃない。カービィの出身地、それは。ピンクの丸でしょって、どう見ても。ピンクの丸じゃねえだろ。どう見てもピンクの丸。茶色のおじさんだろ。茶色のおじさんって言うなよ、本当に。違う、あなた髪型がそそり立ってますねって言ってもらってるんだから、せっかく19歳。あ、そそり立つ。これ知ってます、この髪型。あ、確かにね。知ってんのかな。ベッカムヘアなんですけど。あ、ベッカムヘアなんですか。ベッカム知ってます？なんか聞いたことあります。あ、やっぱ。ね、19歳だから。やっぱさすがに。2002年とかだもんね。そう、有名なサッカー選手こうやってこうの。スローインのイメージねえよ、ベッカム。ベッカムスローインのイメージないって。ね、フリーキック、大体。フリーキック、うん、てか2002年だ。ごめん、ちょっと失礼なこと聞くけど、うん、年いくつ ?19 です。さっき聞いただろ。で、生まれてないじゃん、だって2002年だったら。あ、まあ確かにね。すごくない？分かんない。年取ったね。あ、確かにね。最近思うけど、年と笑いしか取ってないもんな、最近。笑いも取ってんから。最近、年と笑いが取ってるから、もう困ったもんですよ、本当。うん、っていうか、それ、何？かっこいいな。ベッカムヘアなんだね。いや、これベッカムヘアでしょ。え？知らなかった、それベッカムヘアなんだ。何？モノマネの古賀秀さんかな。知らねえって。知らない古賀秀さん。ベッカム知らなかった古賀秀さん知らない。古賀秀ヘアじゃないんだ。違う違う、そんな。長島みなのモノマネとか知らないから、ね。ネット甲子園のね。ネット甲子園バターしたってやってんじゃない。高校野球の時やってたんだ、高校の時。高校の時やってた。高校の時高校野球のモノマネやってたの俺。高校の時やってたんだ。実は俺の方が早かった。早いじゃん、あなたの方。俺の方が早い。言った方がいいんじゃない。フレッツ光って言われたら早すぎて。早いな。だいぶ早いじゃない。確かに早い。だいぶ早いの俺。お笑いとか見ます？好きですか？見ます見ます。あ、そうなんだ。はい。好きな芸人さんとかいる？
あのめっちゃ王道って言われるんで痛くないです。いやいいです。何？いやいいです別に。めっちゃ王道で全然いい。めっちゃ王道。誰だろう？誰だろう？ちょっと当てたいね。宮迫さんじゃない？めっちゃ王道ではないだろ。めっちゃ王道ではない。めっちゃ王道ではないだろ。そうか、宮迫さんって芸人じゃないもんな。粗品の口ぶりじゃねえか。芸人さんだろ別に。芸人さんは。そう、あ、芸人さんか、ごめん。そう、今別にテレビ出てないだけで、うん、芸人さんは芸人さんで。俺粗品信者だから。粗品信者。後輩ですよ。後輩の信者。珍しいね。うん、めっちゃ見てる、ごめんなさい。うん、私も粗品さんの YouTube 見ます。いいな、やっぱり。やっぱり見るんだ。うん、太客のやつ。ああ。太客みたいな。太客みたいな。うん、力士みたいなこと？太客。違う違う。体的に太いわけね。あ、そう、うん。投げ銭で額いってるってこと。あ、投げ銭額ね。いいじゃん。投げ銭額。うん、なんだ投げ銭額って。50。早いな。好きな芸人さんね。だから、うん、王道っていうから。誰？クレイジーキャッツとか？そんなわけねえだろ。いや、王道ってもうめちゃめちゃ王道じゃん、もう。花はじめと、うん、クレイジーキャッツ、うん、古すぎるって。古すぎんの、うん、今好きな。もしかして令和ロマン？違います。ちょっと気使って令和ロマンに厳しい。違う、違う、M1 のこと根に持ってんの。令和ロマンってバレたらまずいみたいな顔してる。令和ロマンでも俺らから、やっぱ俺ら？ヤーレンズ？気使ってる。気使ってる。最近気使ってんじゃん。ぶち殺してやる。今嫌な言葉聞こえた。言ってない。今嫌な言葉聞こえたけど。何も言ってないよ。何とかしてやろうって聞こえたけど。何も言ってない。何も言ってない。なんか言ってましたけど。うん、でも多分もうこれ終わった時には絶対好きになってます。あ、この番組終わった頃に。嬉しい。後には。てかそのじゃあ、こういう番組やったことある？初めてです。なんか俺らみたいな一流芸能人とさ。一流じゃねえだろ。六流のポッドでが。いやいやいや。六流のボットでは帰ってくれよ、お前。帰るじゃん。帰らないで。寂しいだろ。え、誰か他の芸人さんとかと一緒に仕事したことあります？え、これ初めてなんですよ。え、うん、初の芸能人が俺、はい、芸能人って嬉しいね。芸人さんと絡むの初めて。はい、多分初めてです。多分初めて。なんかそうか、向こうが自称芸人みたいな人と絡んだことある。どういう意味なこと言うの。あ、じゃあ多分初めてってこと。武田鉄矢さんとかとは絡んだことあるってことか。言ってないけど、自分のこと。え、まっちゃん俺ら芸人はさって昔言ってたけど。え、ワイドナショー言ってたよ。武田鉄矢さんは芸人じゃない。まっちゃん俺たち芸人は違う。違う違う違う、ワイドナショー。あれはマルちゃんの広告。ワイドナショーの広告。あれはマルちゃんの広告と。あれはマルちゃんの広告と。まあ、若い頃の松本さんが太田さんにアディダスの広告塔って言われてたことのサンプリング、うんうん、遠いよ。いや、そこサンプリングしてない。遠いって、それは遠いじゃない。わかんない。全くわかんないこともガンガン言われるすごいな。あ、てか思い出して、言いにくかったら言わなくていいんだけど、うん、松本人志さんのことどう思う？言いにくいだろ。言わなくていいよ、何も。何にも言わなくていい。60。そういうことやっぱ聞いとこないと。聞いとかなくていいよ、そんな。若い子の意見もね。いいって別に。あ、そう、うん。そんな答えれるような話題じゃないから。あ、そうなんだ。19歳の。初めてだって芸人と絡むんだ。嬉しいね、なんか。嬉しい。めっちゃ、あの、めっちゃ嬉しいです。ね、本当。ほんまに嬉しい。じゃあさ、これ年の差結構あるけどさ、こう友達の感じで。あ、確かに ね、 ね。せっかくこうやって仲良くなって、ベルトモにもなれたしさ。ベルトモね。ポケベル世代。え、ベルトもあってる。ベルトもじゃないですよ。さっき交換しなかったっけ。もうしてない、してない。どういう記憶、うん、あ、そう。でも仲良くしようよ、せっかく。仲良くしましょう。なんか、じゃあ、あだ名とか、うん、なんか、なんて呼ばれてる、その友達とか。あ、確かに、うん。友達からなんて呼ばれてる。そう、なんて呼ばれてる、うん、サラサだから何、サラで、英語でディッシュとか。ディッシュって言われてるわけねえだろ。北村匠海。なんで猫。キャットマンじゃねえか。いや、キャットマンってなんだよ、それ。猫になっちゃうんだろ、すぐ。いや、猫になるのは、相手の方だから。そういうことね。なんだこいつ。なんだそういうことね。そういうこと。猫になったんだよな、君はっていう方だ。君が猫になっちゃう。北村匠海は驚く方なんだ。そういうことね。猫になっちゃったっつって。猫になっちゃったって。ラマ2分の1のシャンプーみたいなね。知らねえよ。ラマ2分の1知らない？知らないよ、ラマ2分の1。いやー、調べてちゃんと。ちょっと世代すぎるな、僕が。いちいち調べて、俺の世代にはドンピシャだよ。え、顔に調べてくれんの？ OK、Google。メンマ2分の1。半分のメンマじゃねえか。半分のメンマじゃねえか。しょうもねえよな。な、なに？ランマ2分の1調べてくれない？メンマ半分出ちゃった。メンマが半分で出てくる。メンマが半分だよ。半分のメンマ、半分に切れたメンマの写真出てくる、うん、ハーフサイズのメンマがいっぱい出てきた。何を言ってんの。ごめんごめん、うん、分かんなかったら調べて言う。全然違う違う、友達とかから何て呼ばれてんのかなっていう、ね、あ、そう、友達から何て呼ばれてる。そうそうそう、うん、ほんまにサラサなんで。あ、うん、やっぱサラサ、あ、サラサだ。サラサってほんとすごいもんだって。右から読んでも左から読んでも。そうなんですよ。なんで横書きなんだよ。大体こういう時縦に書いて、普通上から読んでも下から読んでもだろ、うん、いやでも横で書いてあるじゃん。いやいやお前、ね、もう額面通りの男だね。おかしくない？だって上から読んでも下から読んでも。アレンジの効かないさ。普通横に書けだもんね、大体、うん、でも私のキャッチコピーはそれです。キャッチコピー何？あ、何ですか？あ、どこ、上から読んでも下から読んでもサラサです。え、
じゃあ右から読んでも左から読んでも変えな。なんで変えるんだよ。普通多分右から読んでも左から読んでもなんで横書きにするんだよ。大体横で書かないじゃあサラ、まあ、サラサちゃんってじゃあおじさん。でもサラサちゃんっていうのもなんかさ、うん、距離縮まってなくない？だって他の友達と一緒なわけでしょ。ああまあ確かにね。やっぱ俺は特別な友達だから、ソウルメイトなわけだからさ。ソウルメイトじゃない。家族はラーって呼びます。ラー、ラーラー。家族からはラーって呼ばれてる。なんでラーなの？なんか呼びやすい、うん。ああサラサのラーだけ取ってるのか。サラーって家族ってのはファンのこと？違う違う違う。ヨン様が言うところの家族。あ、そうなの？ヨン様はファンのこと。家族様が言う。ヨン様って知ってる？ヨン様。いや、いいよヨン様。雪に驚いてるポーズ。あなたの潜在写真もそういうポーズです。そうそうそう。ラー。でも家族はラーで、うん、友達はサラサでしょ、うん、やっぱ特別な友達だからなんか違う方が良くない？せっかくだし、ね、特別な友達と、うん、特別なスープみたいに家が熊虫みたいに言ってないから別に特別な友達俺ら、うん、あったかいんだからあったかいんだからせっかくあったかいんだからさあったかいんだから、うん、まあ確かに違う子呼びの方がいい。適当で面白いな。サラサせっかくマイミクにもなったわけだしさ。マイミク、ね、ミクシーの話題ここで出てないじゃん。出てないか。何しようかな。70です。じゃあサラだから、うん、おにゅうっていうのはどう？サラでおにゅう。ああ、サラピンみたいなこと。そう、にゅう、おにゅうちゃんにしよう。おにゅうちゃんにしよう。おにゅうちゃん。おにゅうちゃん。まあまあ可愛いは可愛いけど。確かに可愛い。でしょ、おにゅうちゃん。可愛いけどね。でサラちゃん俺らのことなんて呼ぼうか。ああ、俺らのね名前、うん、名前まで言ってないんだよ。だからヤーレンズは言ってるけど。あ、そうかそうか。そうそうそう。個人名。個人僕が、うん、まあでデイです。僕十ペンシャイックって言うんです。東海道それこそあなたそれだ東海道中膝栗で国語の教科書が載っちゃいますから載ってるんです実は載ってないですよ、うん、載ってない載ってないですあそう、うん、あなた奈良原ですあ奈良原です奈良原、うんうん、奈良原回るに、うん、あの転がるに木の馬って書くんですけど回転木馬回転木馬それはメリーゴーランドの和名回れ回れ、うん、回れ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 メリーゴーランドララララブソング久保田としの久保田としのアームキャンベルといいよ、ラララララの情報いっぱい言わなくてあー面白いスーパーモデル大丈夫モデル2人入れよう、うん、スーパーモデル大丈夫ですよ、うんうん、よろしくお願いします、はい、失礼します誰ですか出るキャンベルすげー受けてるすごいヤーレンズすげー受けてる嬉しいすいません、ご感謝です最中ディレクターの森久と申します。よろしくお願いします。手元に資料があると思うんですけど、はい、これないですけど、はい、あら、目の前にないですよ。え、どこにあります？ここにあります、はい、ここにあるよ、はい、フューチャリングソウル、はい、よろしいですか、はいはい、まずは企画の説明させていただきます。誰が、はい、私がです。進まねえだろ、はい、あのまずですレアゾンさん、レアゾン新しく、はい、始められたレアゾンフリマというアプリがございまして、アンデマンザイですか？ミヤゾンです。アンデマンザイ解散して解散してこれやってるわけじゃない。レアゾン、うん、はい、ミヤゾン、それ、うん、これレア夢出てきました今日。え、出てきた。ミヤゾンが夢の中に出てきて、うん、嬉しいですね。マジで全部嬉しいですね。嬉しいですね。いいよ雑なミヤゾンやらなくて。雑なミヤゾンじゃないし、ね、もう出てきてびっくりしました。ミヤゾン夢でなんて言ってた、うん、え、なんか美味しいって何でそれ。ミヤゾンらしいな。どういうシーン。え、隣にひょうたんいた。ひょうたんって言うな、アラポン。ひょうたん、ひょうたんいた。アラポン、今ひょうたん作ってるけど、ひょうたんって呼ぶなよ。え、アラポンのこと。今ひょうたん作ってる。そうなんですね。今ひょうたん作ってるんですよ、アラポン。ひょうたんで作れるんだと思わない、なんかね。もう確かに、なんか鬼滅の刃のイメージあります。鬼滅の刃のイメージ。鬼滅の刃。まあ、ひょうたんね。鬼滅の刃って、知らない流行りのアニメ。もうちょっと前、めちゃくちゃ流行った。流行った。それコロナどっちが流行ったの？コロナが。お前、疫病と比べんなよ。いや、コロナよ。まあ、コロナぐらい流行ってんだよ。てか、突っ立ってるけど、なんかやったら。よろしいでしょうか。ディレクターさんですか。ディレクターさんが、ごめんなさい、すいません。はい、お願いします。ちゃって、うん、レアゾンさんが新しい手相を見せました。見てない、見せてない。進まないんで、進まないんで。手相を見せてるわけじゃない、俺たちに。俺できないよ、その島田秀平さんじゃないから。島田秀平さんは手相見るね。手のシワでお金って稼いでるって。手のシワって稼いでる。手のシワだけで、うん、はい、あ、手のシワで金稼ぐ。レアゾンさんが、うん、新しく始められました、うん、レアゾンフリマ、あの、フリマというアプリがございまして、フリマこちらを、はい、フリマって何かしたとか、あ、フリマって、不倫してる中丸くんの略ですか、ね、お前略さないって、不倫してる中丸くんを不倫してる中丸くんの略ですか、ね、やめろお前
何ですか。フリマは、それフリマの中丸くんの略じゃないです、うん、違いますから。アパーでしょお前アパホテルチェックインする時の音やめろアパホテルチェックインする時の音やめろびっくりしますよね。その中でですね、はい、あの芸能人の方々の、まあ、使わなくなった、まあ、不使用品ですね、うん、こちらの方を皆様の方に実際番組で紹介していただいて、はい、まあ、その後販売するという流れになっております。あ、じゃあ、はい、フリマはフリーマーケットの略ってことですね。そうです、フリーマーケットです。なんだ、はい、フリーマーケットとかやったことあります？あります、あります。あるんだ、いいね、あるんだ。俺ステマしかやったことないんですよね。ステマやんない、うん、俺ステマやんな、小森純かと今あんま言うな、ペニオクのね、ペニオクの小森純やってたけど、はっきり言わない方が良かったけど、いや、でも言った人やってたんだよ。小森純だけちゃんと認めたってことだからね、めっちゃ偉いんだよ、ちゃんと。で、小森純さんの小森純さんではないですよ。ちょっとあのデリケートな話だな。デリケートな話、ストリーマンの企画で絶対ダメですよ。デリケート、VIO の話とかしましたか？しないですね。VIO のゾーンの話じゃない、ゾーンの話じゃないよ。ということで、終わっちゃうぞこれ。どういうことですか、ちょっと。邪魔しすぎて話が全然分かんなかった。邪魔しすぎるからです。それは邪魔しすぎるから話が全然分かんなかったです。お前だよ、無視して。ちなみにですね、せっかくなんで、ヤーレンズのお二人で、はい、自宅で使わなくなったものとかいらないものとかってございましたら、もしよろしければ、ね、僕最近日光浴にハマってるんで屋根いらないかなと思ってるんです。日光浴に全部りしすぎよ。それ、屋根とかって売れます？趣味に全部りしすぎ。鶴太郎のヨガぐらい投げ打ち、投げ打ちすぎよそれは。鶴太郎さんヨガやってるけども。ちなみにサラサさんありますかね。あ、はい、なんか不要品というか、はい、いらない不要品とかございます。服がめっちゃあります。あ、はい、服めっちゃあるんだ。服ですか、はい、ちなみにどれくらい、え、服多分5、6ぐらい。あ、どういう系めちゃくちゃあるって言ったから 4兆とか言ってくんないと。そんなにねえよ、馬の血液型じゃねえんだから。馬の血液って4兆もあるんだよ。2兆ぐらいじゃない多分。なるほど、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 だろ。もしくは合点合点。なるほど、聞いたことないよ。あ、大丈夫です。ちょびどういう系の服装、お洋服ね、なんかほんま、ワンピースとか。あ、ありったけの夢を集め、探し物を探しに行くのさ、ワンピース。まあまあまあね、長いなぁ。いやいや、ワンピースそっちじゃねえよのボケにしては長い。それではよろしくお願いいたします。また後でもありますんで、よろしくお願いいたします。寂しいじゃん、俺も帰ろうかな。帰らないで、あなたは帰らないで、あなたは残ってください。ではよろしくお願いいたします。失礼いたします。お願いします。あ、一応出られるね、本当に。ちょっとどういうさ、番組にするのかさ、なんかこう、あ、作戦会議だ。ああ、いいじゃん、やめよう、やめよう、そんな。なんでやめるの？そんなやめよう。なんでやめるのよ。やりたいの、なんか。なんか作戦会議とかみんなでした方がいいんじゃない？何作戦会議って。で、こういう話しようとか。動き出した。なんかやる？じゃあ。会議とかした方がいいんじゃない？それは。あ、ホワイトボードあるし。ああ、あるし。ちょっと届かないかな、もしかしたら。届くって。届くって。あった方が届かないよ。え？あった方が届かない。あ、そう。うん。これいいな、なんか。面白いな。え、じゃあなんかホワイトボードか何か書く？ああ、いいんじゃない？ちょっと作戦会議しようよ。え？え？え？何？あれ？ショムニの休み巻き越すな。いや、うんじゃなくて、ちょっとショムニの休み巻き越すな。うん、ショムニの休み巻き越すな。え？みよ、ショムニの休み巻き越すな、知ってる？ショムニの休み巻き越じゃ分かんないかもしれない。え？長嶋一茂の家の話したでしょ。言うと思った。絶対言うと思った。長嶋一茂で落書きした。言うと思った。これ笑っちゃった方がいいか、じゃあ。笑うって言うの、高塚さん絶対笑わない。じゃあ何かやろう、作戦会議。なんかね、なんか書く。せっかくだからさ、どういう番組にしようみたいな。なんだっけ、フリマレトレジャーハントね。そうそうそう。フリマレトレジャーハントの作戦会議。そうね、いいね。フリマで、あ、書けなくなっちゃった。ペース配分考えろ。フリマでで全部埋まってんじゃねえか。これこまま、こんなやつ作戦会議できないよ。書けない。一つだけひらがなですよ。あ、フリマでもカタカナじゃないの。あ、本当だ。フリマで。ね、合ってるよね。合ってる。うん、あ、なんかそのあれは事務所とか。スペースクラフトです。スペースクラフトは子役の子とか結構いるんですよね。ね。
俺らの事務所知ってるのか、うん、どうだろう。俺は K ダッシュステージって言うんだけど。あ、我々はね、事務所 K ダッシュステージ。めっちゃ知ってます。知ってる、はい、漢字で書いたら明るい後ろの日って書くんだけど、あさってじゃねえ。それあさって。これあさって。そうそう。あさってはあのキョンキョンの事務所だから。キョンキョンの会社。株式会社あさって。小泉京子さん。そう、K ダッシュよく知ってるな、あなた。あー、面白い。学生時代とかさ、なんか運動とかしてた？バスケやってます。バスケやってたんだ。はい、バスケ、うん、いいね。いいね。さあ、じゃあ、あのオリンピックとか見てた？見てた。見てねえじゃん、もうだってこいつ。だだ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 。怖い。なんか怖いこと聞こえた。タク。すごい二面性。嫌なんだけど。ああ、面白いな。終了でーす。お、終了です。終わりました。終わりました。え、いや面白かった。非常に。あ、本当です。本当ですか。うん。ごめんね、デリバリーの人だけ本当にただ出る。そうですよね。めちゃめちゃ。めちゃめちゃやばかった。そう。あの時に俺頭真っ白になっちゃった。うん、え、嬉しい。ね。誰？あれ。これ？おい捨てるな捨てるなお前発注書かなんか捨てるなよ。どうして本当の本当の人あれは本当にあのスタッフが裏でやりました。先生本当ごめんなさい。ごめんなさい、これあのドッキリというか、うん、あの打ち合わせ中に100回ボケて100回突っ込むあのチャレンジ企画。私ラランドさんの見ました。え、ああジョーは分かってた、途中で気づいた。いや、私ほんまにこれにしか集中してなくてそうだってこれほんまにちゃんとできるかなと思って。だから本当入ってくる時これをずっと下読みしてて、練習してたもんね、うん、もう本当申し訳なかった申し訳ないと思いながらあのなんでもう今日の仕事これで終わりです。あ、終わりですか、うん、え、私ほんまに握手してもらっていい？ちょっと待って、俺らより佐久間さんのファンション上がってるじゃん俺らより。え、ほんまや。そう、これだからノブロック TV ってドッキリの、ドッキリっていうかノブロック TV って YouTube で流れますから。え、チャンネル登録してます。いずれ流れるね、じゃあいいね、いずれ流れる。ほんまに嬉しい。めっちゃいいじゃん。いや、これ早かったよ。タイムね、28分45秒で3位です。あら、あら、すごい。3位か。令和ロマンインディアンスでそこに入りました。目標通りインディアンスに入りました。下に入りました。ちょい下じゃん、うん、あ、これがいい。言ってたからちょうどいいですね、これ。ちょうどいいです、ちょうどいい。もういや、でも本当面白かったですよ。あ、よかった。やってみてどうでした？いや、ちょっと不完全燃焼ですね、これ。もう一回不完全燃焼。これは完全に不完全燃焼。ちょっとこれはマジでリベンジじゃん。あ、え、リベンジしたい。リベンジ。いや、面白かったって。いや、これ上でゲラゲラ笑ってたよ。これリベンジなんで、そんな全然ダメだったの。全然ダメだった。そんなダメだったね。全然ダメだった、ね、そんな急にストイックになるの。なんでやっぱあのお弁当屋さんの下りで真っ白になった。いや、あれは緊張感。あれは本当に、あれは俺も緊張感走った。ほんまにすごかった。さ、芸人さんってこんなにボケるんだと思った。え、もうほんまになんかもう家出た瞬間からこういう感じになったのみたいな。そうだよね。家出た瞬間からコンビってこのぐらいボケるんだと思って見てたってことでしょ。すごい。もうスイッチ入るんやみたいな。家ええなと思われてたんで、ね、うわぁ、ちょっとうまそうだなぁ。シラスとクルミをね、うまこれ日本酒だな、うん、あ、どうします、うち日本酒あるんですよ。あのか、うん、行きますか。食べて酒のつまみ、うめぇだろ。やべぇ、やばいだろ。これはうまい。うまいね。 Ha 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 ha!